こんにちは、かっちゃんです。はい、こんにちは、むいです。ここは何じゃ。目の前に書いてあるんだよな。旗がすげえ。稲波神社。岐阜県民なら割となんていうの、1回ぐらい来たことあるんじゃねえの、うん、って思うぐらい、なんていうの、岐阜で一番大きい神社っていうか、有名な神社というか。まあね、あのキムタクが来た、あの小金神社も有名になっちゃったね、キムタクが来たっていうことで。うん、だけど神社の、岐阜の、ね、神社で有名なのはやっぱこの稲葉神社。うん、この稲葉神社で受けられる御利益は家内安全、商売繁盛。うさんくせえな、また。商売繁盛はでもあやかれるんだったらあやかっとこうぜっていうあれじゃないですね。稲葉神社は挫折しそうな時に力を貸してくれる神様がいると有名です。へえ。境内にある社の一つ、黒い竜で黒竜神社は、この稲葉神社が黒竜県、稲葉神社がここに移設されたのかな、移されたのかな、される前からこの地にあって、何でも願いを叶えてくれると言われています。だってみんな金持ちになっとるやん。すぐケチつけたがるのがいかんな。神様信じてないな。神様を信じないのが俺なんだよな。まあ神様いるいないはね、あのさておいて、パワースポットかどうかというね、検証でもあるからね。行ってみようか。はい、行きましょう。じゃあ皆さん、行こう行こう。善光寺、善光寺。本堂に、本堂に行くぞ。てなわけで、ここが、善光寺、岐阜稲葉善光寺。全部工事をしてるわけではありません。今ムイ君は普通のたい焼きを食べてますから、これより先ペット外れ。寒い。さあね、これが本堂なのに上には何があるのかがわからない。綺麗だなあ。しかし、ね、すごい綺麗でしょう、ここ。綺麗でしょう。いい女だわ。ああ。見たくない坂が、階段がありますけど、坂道の上に階段。もう、さて、稲葉神社のなんだ？入り口まで来ましたね。さあ帰ろうか。嘘やろ。あの階段見ろよ。なんかパワースポット味は感じます？はい、皆さん、これが萌えの池です。あ、モネの池か。モネの池です。あの綺麗って噂の。そっぱかやめろ、ディスるんじゃない。あれだね、神の加護を受けるのにこの階段を登らねば神の加護を受けられないのか。はあ。そりゃこんな階段をね、登れてれば見客にもなるでしょうよ、元気になるでしょうよ。入り口は書と絵馬だよな。次は
あ、なるほど、これ顔かけるんだ。これ5秒やろ。ベジータじゃねえもんな。絵をうまく、もっと絵をうまくなりたい。まず字をきれいにしよう。俺がこういうこと、こういうこと言うからか。もう、うまいとこない。ふぅ、階段終わったと思ったらまた階段か。でもさ、その、こういうとこにエスカレーター欲しいは思うけどさ、エスカレーター仮につけたとするじゃん、うん、神様目線に立つとさ、エレベーターでなんかさ楽して乗ってきた人間がさ、おい願い事叶えろって言って帰ってくるんでしょ、うん、神様に対してものすげえ喧嘩じゃない。全然これおもちゃ、おもちゃですな。スモーデにもうあれやね、うん、なんかパワー味感じますかい？え？これは良くないパターン。え？田村神社って不在ですか。ええ、ちょっと待って、岐阜で一番ある意味でかいとか有名な神社だよ、ここ。え。行こう。何とは言わんけどコメントしづらくなってるな、さては。言葉を考えてます。境内から出たらそのなんてネガティブな言葉を言ってもらうようにしてもらって。いいお寺やね。古い、本当古いね。そうですね、実際なんての、うん、建物時代は本当古くて、でもさ、そう、年金の入ってるあれだから、うんうん、で、これですよ、この黒竜狼ってこっちの神社がもともとあって、何でも願いを叶えてくれるだそうです。俺のあそこにも書いてあるの、福徳って。ん、おみくじに。もともと小さい神社だったんだな。いいね、ここ。お、こっちは何か反応ございますか。失礼します。あ、ここが一番いいわ。向こうより。はい、こっちはね、もともとここに、そもそもここに建てられた神社の神様なので。あっち、すげえ空っぽに見えたもん。嘘って思っちまった。ここすげえ、すげえ、ここ。皆さん来るならこっち、おすすめです。この黒竜狼の、うん。大社じゃねえよ。大社とか。要はこの神様を祀ってるっていう、祀ってるっていうか、そのあれだね。全王だな。なんていうか、願い事を何でも叶えてくれるっていうね、うん、あれだったけど、叶えてくれそうですか、実際。どうか、今悩んでることを全て解決ができますよ。よろしくお願いします。不敬であるって。お、魚一聞こえた、えらい。違うか。
あ、違うのか、違うのか。いや、本当になんか言葉返したんだよ。愛されねえな、神様に。愛されてばかりいる。こっちはこっちで専用の絵馬があるんですな、このなんか。京都大学。竜が2つなってるようなやつ。京都大学合格。ここに来る前に勉強しろ。なんていうか、いろんな神社のこういう、あの、なんだ、絵馬、うん、見てると、その要は健康でありますように、みたいな、お願い事っていっぱい書かれてるじゃないですか。うん、ここは健康でありますように、というより、さらにそのなんか、詳細書いて、切実にこれに困ってますっていうなんかやつが多いな。本当になんか、お願い事を叶えたい人向けのお願いっていう感じで書かれてる感じ。こういうとこ来ると、私なんか、これ中が痛い。いろんなオーラを受け取ってしまってか。チョスちょくちょく言葉遣いが軽いんだよな。そう、はい、ありがとうございました。おみくじあるよね、君の好きな。1日に2回行くのってどうなんでしょう。はい、はい、ではこれ200円入れます。200円、ね、200円。はい、迷わずこれを取りました。でもこの100円の方のお肉で引いていこう。なんでお前は100円なんや。でもこんなにおる人が来る神社初めて来たね。知名度だけは抜群だからな。確かにここはな。えか。あー、足くねった。まじか。ちょっと待って。うん。医者行こう。神社でこけるってことは。相性が良くない。そういうことなんだよ。おみくじ引いたりしてるのに、ちゃんと参拝が適当だからか。じゃねんがる神社とか。だから神社はダメないって俺らは本当に来ちゃう。罰が当たる。君に罰が当たる。俺に罰が当たらずに君に来るなんて怖い。病気全開すべし。いや、くじいてばっかりやねえか。くじいてほやほやじゃねえか、お前。そうか、これ病もあれ、思うよりカルシってこれか。いや、こうやったね、軽く済んで。腹立つな、なんかこの。よかったな。足くじいてこれのこと言っとんか、思うよりカルシとかさ、全開すべしとかさ。あー、よかったな、軽くですんで。何このオチをつけるか。あー、占いの紙ってやっぱそんなにパソコンで書くだけで勝手に好きな勝手に書いてあるんだな。占いの紙っていうより最後に笑いの紙降りてきましたけど。笑いの紙だよ。軽くする、本当に軽くすんだか、うん、重かったりしてな、足くじが。どうなんだろうな、足くじって重いって何なの。それはもう骨折に行くんじゃないの、重かったら。いや、次の日パンパンになって腫れて歩けんようになるで。ああ。うん。腫れが出てくるやん、伸びたところに。うんうんうん、なるほど。炎症っていうかそういうあれだ。そう、はい。まあ、病気は治るとかね、思うより軽いってあるから大丈夫でしょう。多分こういう舐めた考えが良くないと思うんだけど。面白いなというわけでね、おみくじこんな感じでした。そうでした。